令和4年中小企業診断士試験合格おめでとうございます。今日は1月14日ですね、合格発表から2日後に撮っております。本当に皆様受験お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうね、ここまでいろんなものを犠牲にして頑張ってこられて合格とても嬉しいかなというふうに思うんですけれども、今日は私たちのお祝いの動画と、まあ、これからの皆さんにぜひ参考になればなというふうに思って、私たちの診断士に合格してから初めてやった診断士業務の思い出と、それどうやって取ったかとか、どんな仕事だったかみたいな話を紹介して、ちょっとでもいいスタートダッシュが切れるように参考になればなと思ってお話をさせていただきます。診断士として始めてもらった仕事は、経理のシステムを導入したいっていう会社に向けたコンサルティング業務。すごい。初っ端からすごい。たまたま先輩に独立を相談してて、独立したらどんな業務してるんですかとかいう時に、で私今の経理財務の仕事してるんですよとか、これが得意なんですよみたいに言ってたら、たまたまその人がそのタイミングで経理のコンサルできる人探してるっていうので、もうタイミングよくもらったみたいな。すごい。診断士の。その先輩との出会いは何だったんですか？はなんか、もともとその先輩が教会、東京の教会に入ってたこともあるし、埼玉の教会にも入ってるっていうので、私どっちに入るか迷ってたから、それ聞かせてくださいっていうのと、あと独立してる方だったので、あと独立ってどういうタイミングでどうやりましたかっていうのも聞かせてくださいっていうので繋がって、そこからでした。どうでした？初めての仕事は。めっちゃ緊張したけど、逆にその先輩も最初、同行、一緒に訪問するから、やっぱ知ってる先輩と一緒に行けるっていうのはちょっと心強いなっていうのもありました。だから紹介結構最初にはいいんじゃないかな。確かに一人でいきなりっていうのよりは、ティムリみたいにも独立したいって受験時代から思ってた人は、したいですって言いまくってると、独立目指してますってずっと周りにも言ってたから、はい様子どうかしいでおさん、はい、5分かそうですかね。ベトナムですね。挨拶がわからない。これティムリンからのベトナムのお土産で、これはヒカリンボのうちの観葉植物です。私の場合は、補助金、事業再構築補助金の、業務でございました。で、きっかけとしては、まず最初にですね、私が中小企業診断士になったよっていう話をしていたら、友達、経営者のお友達から事業再構築補助金やってみたいから、申請の手伝いをしてくれっていうふうなご依頼をいただきました。で、いただいて、自分でちょっと、いろいろ公募要領とか見て右往左往してたんですけれども、ちょっと正直さっぱり分かんなくて、どうやって進めていいか、中小企業診断士事務所 の, 実務補修に行ったんで、事業再構築補助金のこととかいろいろ教えてもらえる機会があって、あ、ここでノウハウを教えてもらおうと思って、その友達の案件についてその会社に相談をして、監修みたいな人をつけてもらって一緒にやってもらうことになりましたと。でなんですけれども、その友達がやろうと思ってた事業は結局事業再構築補助金の要件からちょっと外れそうで、応募するのやめちゃったんですね。なんですけれども、その相談をしていたことで、逆にその中小企業診断士事務所の方から別の事業再構築補助金やってみないってことでお声掛けをいただいて、お客さんに打ち合わせに行くところからスタートして、事業再構築補助金を書いて申請してっていうふうに監修つけてもらってやってみました。はい、無事採択もされて、すごい、はい、で今もお付き合いさせていただいてるお客さんになってるので、すごい思い出深い意見になってます。で、私も事業再構築全然多分同じ時とかだと思うんですけど、私は、実務従事兼ねて、やらせてもらいました。で、補修も出てっていう形なの で, で実務従事兼ねてやらせてもらうので、もうだいぶ監修も入ってもらって、書き手のところメインでやったんですけど、それが初めての診断士としてのお仕事だったかなと思います。で、その依頼してもらったのは、もともとツイッターでつながっていって、合格前にお会いしたこともあったりとか、結構もう事業再構築大変だから、何人か声かけてもらって、で、やらせてもらったというところですね。お金もいただけた上にポイントももらえた、めっちゃありがたかったかなというふうに
思います。私たち3人の初めて経験した仕事、あれから1年経ちまして、うん、どうですか、あの頃の自分あの頃の自分何も若くなかったなって、それはある、そうですね、思いつつ、ただ合格した直後にこんなことやってるとは思わなかった。それはそう。1年後にこんなことになってると思わなかったから。やっぱ自分の動き次第。そうですね。ですよね。なんかとりあえず私のその友達の事業再構築もそうですけど、とりあえず引き受けてみて、でそこからちょっと手探りでも始めてみたら、助けてくれる人が、中小企業診断士の先輩みんな優しいんで、助けてくれる人いっぱいいると思います、うん、なのでとにかくトライアンドエラーで、はい、どんどん何でも失敗が許されるのは1年目の特権なんで、うん、やってみたらいいんじゃないかなと思います、うん、はい。そして、私たちからのお願いなんですけれども、はい、私とリホさんが実は企業診断っていう雑誌でですね、毎年出している高得点者を探せっていうインタビューです、記事を今年一緒に書くことになりまして、事例ごとの高得点者に取材する記事が企業診断っていう雑誌で毎年ありまして、それ一緒に書くことになりました。で、得点開示が今年は合格後に皆さん送られてくるんですけれども、それで高得点取った人ですね、ぜひご連絡ください。で、カテゴリーでイメージ85点以上ですね。次戦他戦問いませんので、見つけたよっていう方はですね、ぜひ診断士ロボまでお知らせいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ちなみに去年乗りました。いいなぁ91点はい、やっぱまあ雑誌に乗る、なんかまあ業界誌ではあるんですけど、なんか結構嬉しいこと、私あんまりない経験かなっていうふうに思いますので、ぜひですね、見つけたら私たちに教えてください。よろしくお願いします。YouTube の方も、診断士2年目になりますので、もっと、より質の高い情報を提供していきたいなっていうふうに思っております。はい。ではですね、これからも動画見ていただけると嬉しいです。面白いなって思ったら、グッドボタンとコメント、チャンネル登録まだない人は、ぜひ、お願いします。お願いします。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。